礼拝唱詩、礼拝への招きの言葉、本日はイザヤ書1章18節をお読みいたします。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。以上です。ご視聴のある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、新聖歌9番をご一緒に賛美いたしましょう。そのままで主の祈りを捧げましょう。主の祈りは週報の裏側または前方のスクリーンに映し出されてございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。おかけください。続いてご一緒に新聖歌258番を賛美いたしましょう。
限りなし。続いて購読をいたします。本日は購読文16、新生花の942ページ、新生花の942ページ下の段、詩編第42編抜粋というところでございます。司会者が細い字をお読みいたしますので、皆様方は太い字または前方スクリーンのアンダーラインの箇所をお読みください。それではお読みいたします。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は渇く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいるの。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を。祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。なぜ唸られるのか、私の魂をなぜ唸るのか。私の神よ、私の魂は唸られてあなたを思い起こす。ヨルダンの地から、ヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて。神殿は神殿に呼ばれ、大中あなたの身は私を超えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の名が私と共にある。私の命の神への祈りが。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め。私は名を告白しよう、御顔こそ私の救いと私の神よ。続きまして、懇聴の祈祷を梶原麻里姉妹にお願いいたします。お祈りします。愛する天の父なる神様、懇聴も鬱陶しい梅雨の朝でしたけれども、心と体を整えられ、皆と一緒に礼拝を守る恵みを与えられましたことをありがとうございます。先週の頭には大阪地方を大きな地震が襲いました。通勤や通学時間にあって大きな混乱と被害を目の当たりにしました。そんな中でもナザレンの関西の諸教会では、今日も通常通りの礼拝が守られているとお聞きしています。感謝いたします。不安と不自由が一日も早く解消されて、
平安な日常を取り戻すことができますよう、主の癒しと慰めをどうぞお与えください。これから皆と一緒に、あなたからのメッセージを、聞こうとしております。メッセージを取り継いでくださる江上牧師をどうぞ上からの聖霊で満たし、通り行く管として尊くお用いください。また聞く私たちの心も整えて、素直にあなたの御言葉を受け止め、今週1週間の糧とできますようにお守りください。今日ここに来られない方々のことも覚えますけれども、どうぞ同じ時、違う場所であっても同じ時に主を見上げ祈るひとときをどうぞお与えください。特に今週手術を迎えようとしています関内陽兄弟のためにお祈りいたします。どうぞ平安を与え、速やかな、怪我の、回復を心からお祈りいたします。皆様のお祈りと合わせ、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。続いてそのままで使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条も修法の裏側、また前方のスクリーンに映し出されてございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いてご一緒に新聖歌437番を賛美いたしましょう。Amen.
続いて本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒言行録10章の9節から23節、新約聖書の232ページでございます。新約聖書の232ページ下の段、ペトロ、ヤッファで幻を見ると題されたところでございます。それではお読みいたします。翌日この三人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、血を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさい、という声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。ペトロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると、コルネリウスから差し向けられた人々がシモンの家を探し当てて門口に立ち、声をかけて、ペトロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますか、と尋ねた。ペトロがなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。三人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ペトロはその人々のところへ降りて行って、あなた方が探しているのはこの私です。どうしてここへ来られたのですか、と言った。すると彼らは言った。百人隊長のコルネリウスは、正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。それでペトロはその人たちを迎え入れ泊まらせた。翌日ペトロはそこを立ち彼らと出かけた。ヤッファの兄弟も何人か一緒に行った。以上でございます。本日の説教は半分黒いと題しまして、江上先生より御言葉を語っていただきます。皆さんおはようございます。今日は皆さんそわそわしてないですか。今日はサッカーがあるんですよ。12時から。皆さん明日大変ですね、出勤する人。10時からでなくてよかった。朝の10時からサッカーだったら今日ほとんどいないかもしれない。なことないでしょうけれども、日本のサッカーが勝つようにって祈りに来られた方がいらっしゃるかもしれませんけど、そう祈ってもいいかなと思います。やっぱり日本人は日本人、ね、韓国の方はセネガルの人はセネガルの人を応援する。私たちはよく交わりしているサン・アンドン教会という韓国の教会、ナザレン教会ですけど、私が行った時にですね、サッカーのなんか大会があったんですよ。そのね、ワールドカップ、それをバーッとなんかあって教会に来てみんなで応援するんです。そういうことやってもいいですよね。若い人たち、今日12時からサッカー協会でやる、これを映像を映して応援しようっていう、そういうことができてもいいかなって思いますけども、サッカー、韓国の人はやっぱり強い、熱いですよね。強いって勝利よっていうこともありますけども、私たちはこうして礼拝で守るか一言お祈りしたいと思います。恵み控え天の父なる神様、今日も健康が支えられて、あなたの守りの中で雨が大変降っておりましたけれども、雨もとどめてくださって、こうして皆さんが礼拝に集い、心を一つにし、心を合わせ、心を注ぎ出して
私たちの救い主であるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。一週間の間、イエス様が寄り添ってくださって、私たちをお支えくださって、必要を満たしてくださって、あらゆる災いからお守りくださって、このようにして礼拝を守ることができることを感謝いたします。一週間の中で辛いことや悲しいことや苦しいこと、痛ましいこと、嫌なこと経験なさった方々の上には、より深い、より強いイエス様の眼差しとお支えがそこに確実にあったことを信じて、あなたの御名を崇めます。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日の朝、6月の第4日曜日、第二礼拝として、多くの愛する方々と共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。目には見えませんけれども、あなたは確かに生きておられるお方。今日もあなたは私たちを祝福し、豊かなる恵みを与えようとしておられます。どうぞ御言葉を通して聖霊様が一人一人に語ってください。私たちのこの肉眼の目を持ってあなたを見ることはできませんが、あなたは確かにここにおられます。そしてこの礼拝を司り、ご自身の権威を持って祝福して礼拝を導いてくださることを感謝いたします。弱さの中にある方々、病んでいる方々、癒しをしようとしている方々のうちに、あなたの速やかなる癒しの御手が差し伸べられて癒されますように。悩んでいる者、落ち込んでいる者、希望を失っている者に、イエス・キリストにある希望と励ましと将来をお与えくださるようによろしくお願いいたします。語る者、小さき者、弱き者ですから、イエス・キリスト様の恵みの十字架の陰にこの者を全く隠してくださって、聖霊様が一人一人に神の御言葉、神のお心を示してください。聞く一人一人も信仰が与えられ、心が開かれて、神の御言葉をしっかりと受け止めて、この一週間も主と共に力強く歩ませてくださるように、すべてを委ね主に期待して、この祈り、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月の第4日曜日を迎えました。今日皆さんと一緒にこうして礼拝を捧げることのできる恵みを感謝しています。3週間前に、ナザレン教団、私たちのナザレン教団は世界にあるんですけれども、韓国と台湾と日本の代表者の人たちが集まって、日本で、3カ国会議というのが行われました。日本語を話すと韓国語で通訳し、そして、台湾語で通訳しっていうか、時間かかるんですね。まあけれども、お互いにそれぞれにある教会が宣教協力について、また交わりについて、これからどうやっていったらいいんだろうかということについて話し合うことができました。水曜日には日本ナザレン教団の本部を見学し、新学校やまた目黒教会、近くの三軒茶屋教会、小山台教会を訪問して、本当に良いお交わりが与えられました。食事の後、夜の東京タワーに登りました。観光何もできないので、私が理事長に、夜の東京タワーいいんじゃないですかって言ったら、あ、いいねって言って、計画してですね、私も初めて夜の東京タワーに、東京タワーって多分一回行ったことがあるかないか、スカイツリーまだ行ってないんです。行ってないですって、別にどうでもいいんですけどもね。東京タワー綺麗ですね、本当に。昼行くより綺麗な気がしましたけれども、たくさん の外国の方も来ておられたんです。雨が降っていたんですけれども、とても夜景が綺麗でした。まあ夜景は綺麗なんですけれども、じゃあ東京の本当の姿を見ていただくかというと、見れないですよね、暗いから。やっぱり東京の姿は昼間上がって、あ、こうですよ、ああですよって見ることができると思うんですけども、夜景は綺麗ですけども、やっぱり暗いということなので、こう明るい時に見るようには、この東京の姿を知ることはできなかったんです。半分暗かったんです。そこに持っていこうとして。本来見えるべきことが、見えるべきものが暗さのゆえに見えないってことがあります。それは明るさの問題だけではなくて、私たちの心の問題、魂の問題、あるいは偏見のゆえに相手を受け入れることができないということも起こっているんじゃないでしょうか。親しい交わりや関係が偏見のゆえに、何か偏った考えのゆえに持つことができないということがあるように思うんですね。まあ、今日は使徒言行録10章の9節から23節を通して、半分黒い、あれか、
半分青いのがどっかであるみたいですけどね半分くらいお話したいと思います。まあ、聖書はユダヤ人について書かれているものですけれども、ユダヤ人というのは神様の救いっていうのはユダヤ人だけ、自分たちだけに与えられているものだと信じていました。彼らは自分たちが神に選ばれたものだ、ね、神様はユダヤ人だけを選んだ、自分たちだけを選んだんだって、そのように意識が強かったんですね。ですからユダヤ人以外の人々を異邦人と言いますけれども、異邦人に触れたら、異邦人に近づいたらこっちも汚れるんだ、だから異邦人をこうから分離するんだというふうに教えられていたわけです。だから自分の清さを保つために汚れていると言われる異邦人には近づかない、交わらない、それがユダヤ人としての生き方であったわけです。イエス様の弟子たちもユダヤ人ですから、そういう生き方をしていたわけです。ですからキリスト教もやっぱり最初はユダヤ人にしか伝道してこなかった、ね、ペンテコステの日、ね、ユダヤ人の人たちに聖霊が下って教会ができて、ユダヤ人にしか伝道してなかったわけです。けれども神様のお心っていうのはユダヤ人だけを救うんじゃない、すべての国のすべての人を救うというのが神様のお心であったわけです。そのためにキリストを使わされたわけです。旧約聖書には確かにね、律法というのがあって、汚れたものと分離するように、死人に触れたら汚れるんだ、だから手を洗うんだ、体を洗うんだっていうふうにこう教えているわけです。けれどもイエス様、ね、救い主なるイエス様もユダヤ人ですけれども、イエス様は最も貧しいものとして誕生され、罪あるこの人間の世界に神であるお方が介入してくださった。そしてイエス様は、私は律法を全うするために来ましたって言ったんですよ。そして神様のお心は愛することなんだよ、あなたを愛していることなんだよというふうに語られたわけです。ですからイエス様は律法に生きるユダヤ人たちに、神様の本当の心、神様はユダヤ人だけではなくて全ての人を愛してるんだよ、いや罪人さえ愛してるんだよ、問題のある人だって受け入れるんだよって教えたわけです。ですからイエス様はユダヤ人が最も嫌っていた罪人、罪を犯した人、徴税人、ね、ちょろまかしている人、遊女、とんでもないと言われる、そういう人たちと一緒に食事をしたり交わりをしたわけです。だからそういうことから分離して生きている特にユダヤ人の指導者たちとやっぱり争いがそこにあったというのが福音書にいっぱい書いてあるわけです。そのような中でイエス様の弟子たちもユダヤ人として分離をする生き方をしつつも、イエス様の新しい教え、罪人も愛する神様、異邦人も愛する神様という教えを聞いて、一緒にそういう人たちこう関わりの中にあって、弟子たちの生き方はやっぱりちょっとユダヤ人、もともとのユダヤ人と違う新しい頭がちょっと柔らかくなったというイメージが弟子たちにはあったんじゃないかと思うんですね。ですからこの9章の43節には、ペテロはしばらくの間ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在したって書いてあるんですけど、川なめし職しにいて動物を殺すわけですね、動物に触れるわけです、汚れるわけです。だからそういう仕事をしている人はユダヤ人にとっては一番嫌な、そういう人の家にペテロが泊まっていたというんです。ありえないです。だからペテロの頭もちょっとねちょっと柔らかくなっていたんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。日本人というのは、まあ、葬儀でも、まあ、相撲でもそうですけど死を巻きますね。死っていうのは汚れですよ。葬儀に行って帰ってきて、それを塩をまいて、ね、汚れを清めるわけです。まあ日本のキリスト教会も、まあ、ユダヤ人と似ているところがあるかもしれないですね。まあ日本人とユダヤ人似ているところがあるってね、あの神社行って手洗うじゃないですか。手洗って神手を洗うっていうのはもうユダヤ人ですよ。ね、まあ、ちょっと似ているところがあると言われてますけれども、この日本のキリスト教会、あるいは日本のクリスチャンも、まあ、ユダヤ人と似ているところがあるかもしれないね。やっぱりキリスト教以外、あるいはクリスチャン以外の人はなかなか受け入れにくい体質、まあ本当にクリスチャン人口が 1% という中でね、皆さんがどっかに行って、えクリスチャン、
あなたもクリスチャンあげたら、うわっと心開くんです。こんなクリスチャン少ないのに出会うなんてって。あそこね、クリスチャンのお医者さんに言ったら、そこ行くんです。腕が悪くて、そんなことないですけど、腕の良し悪し関係なく、クリスチャンだというだけで、あ、その先生のところに行きたい。あの人弁護士のクリスチャンよ、あ、いや、この問題あの先生にって。クリスチャンって聞くだけでピカーンと開かるんです。逆にそうじゃないと、うん、ちょっとっていうものがあるような気がするんですね。ですから、クリスチャンでない人々に対しては警戒心が強くて、まあ、線引きをしてしまうっていうようなものが、なんか私たちの心にあるんじゃないかって。ですから、ユダヤ人がこの異邦人やいろんなものと分離して生きたように、私たちもこの分離の体質、この世から離れる、この世に行かないっていうような、そういう分離の体質がクリスチャンの中に、まあそういう要素があるのでね、この聖書の中には、あ、思うんですね。けれども神様の愛っていうのはクリスチャンだけに与えられているもんなんでしょうか。イエス・キリストの十字架と復活は信じる人だけに与えられているものなんです。そうじゃないですよね。すべての人のためにキリストは十字架にかかり、すべての人のために血を流し命を捧げた。すべての人ですよ。今信じてない人も、敵対している人も、悪いことをしている人のためにもイエス様は十字架にかかり血を流してくださったんです。ですから私たちはもう少し、なんていうんですかね、頭を柔らかくするというか、クリスチャンでこうですっていうイメージをもう少し神様のこう愛というものに照らして考えていく必要があるんじゃないかと思う。クリスチャンって聞いて皆さん何て言います？クリスチャンはって聞いて、あ、日曜日礼拝に行きます、祈ります、聖書を見ます、献金します、奉仕します。それクリスチャンですか？別に信じなくても礼拝を守ります、聖書を見ます、お祈りします、献金します、奉仕します。だからクリスチャンというのはそういうことをする人はクリスチャンではないということです。罪を認めてイエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださったことを信じて、キリストと共に生きる人がクリスチャンです。間違ってはいけないんです。だからクリスチャンって礼拝に守るのよ、献金するのよってもし言ってたとしたら、それは間違いですよ。それがクリスチャンだと言ってたとしたら、多くの人教会来ないです。キリストを信じたいと思ってもそんなことしないといけないの？それがクリスチャンなの？と思うといいですっていう人がほとんどです。皆さんよく救われましたねなんて選ばれた人だと思いますけどもね。ですから本当に聖書が何と言っているのかというのは、私たちはちゃんと読み込んでいかないといけないと思うんですね。この10章の1節から8節はコルネリウス、読まないですけど出てきます。これはローマの百人隊長ですよ。異邦人ですよ、ユダヤ人からしたら。その彼の信仰を神様がね、喜んでいるということで、神を恐れて神に従っている、その彼に神様が直接語りかけてくださったっていうことが書いてあるんですよ。驚きですよね、ユダヤ人からしたら。そしてこのコルネリウスに神様がペテロという人を呼んでお話を聞くようにって言われたもんだから、神様を信じるその兵士に3人一緒に3人の人を使わして、ペテロさんを呼んできてくださいって使わせたわけです。まあ、そこは読まなかったんですね。でそれペテロはどうしたかというと、彼らが近づいた時にちょっとお腹が空いて、お昼前に屋上に上がったらこううとうとして幻を見たっていうのが今日の話です。四隅つつされた布物が降りてきてですね、動物がいっぱい入って、そこにはこう蛇とかいっぱいいたんでしょうね。汚れた動物も、ほうって食べなさいって言われたわけですよ。牛だったらね、ステーキ買いみたいなんで。でもそこには汚れたもの、いや今までこれは汚れた動物だ、遠のけど分離するんだっていう動物も入っていたので、ほうって食べなさいと言われた時にペテロはとんでもないことですって言いました。そんなもん食べたことありません、近づいたこともありません、触ったことありません、そんなことできませんって。その時に神様が言われたのは、神が清めたもの、
清められてないとは言ってはいけない。神様が清めたっていうわけです。でまたこう言って、また降りてきて、わあそういう動物がいて、掘って食べなさい、とんでもない、もうこんなもう身震いしますって、納豆なんて身震いしますっていうのが何年か前の私です。あんなもん食べるもんじゃないです。腐ってるんです。捨てられてるもんです。大体ひどいこと言ってたんですけどね、食べるようになったんですけど、私もあんな臭いもん食べるんですかいう話です。最初、あ、塚本先生も関西ですけど、関西の人あんまり食べなかったと思う。昔私の進学校の時は売ってなかった納豆なんて、今どこでも売ってる。あ、納豆の話でこの箇所でメッセージしたことありますよね。覚えていらっしゃいますか皆さん、食べれなかったという話。皆さんも海外行ってね、これ食べれないってないですか。私あの息子とですね、兄の結婚式でウルムチっていうところに行った、中国のね、そこであのお腹空いたからホテルでラーメン注文したんです。来た瞬間、うわっ、もう一口も食べれない。イスラム教ですからね、イスラムですね、もう食べれない、どうしようって、このまま返すのも申し訳ないし、トイレに流して、じゃあで、あ、食べましたみたいな一口も食べれなかったです。もう香辛料のもうひどいにひどいに言ったら、向こうの人普通に食べてるんでしょ、おいしいおいしいって言って、もうそれどころじゃないですよ。ペテロ、汚れた動物をほふって食べるなんて、もう考えられないことです。3回目も食べなさい、いやとんでもない、神が清めた、神が清めたんだって言ったんです。ユダヤ人として何十年もそうして生きてきたんです。そんなものは食べてはいけない、近寄ってもいけない、そうして生きてきたんです。何十年も、それが神の掟だって信じて生きてきたんです。なのに食べろなんて言われて、はいそうですかって食べれないんですよ。簡単に受け入れられるものではないんですよ。けれどもペテロがね、あれなんでこんな幻を見たのかなって考えて、その時に異邦人の人がもう玄関に来てたっていうわけですよ。ペテロっていう人いますかって、その汚れた動物っていうのはやっぱ異邦人を指しているんでしょうかね。今までそんな人と触れたことがない、分離してきた、でもほぐって食べなさい、神が清めたって、神様が清めたんだっていう、この幻見てなかったら追い返してたでしょうね。私は異邦人と付き合いません、グッバイって、なんでこんな あれかなって言うと、聖霊が下に異邦人が来てますよ、私が使わしたんです、彼らと一緒に行きなさい。私たちもですね、まあ、クリスチャンであるがゆえにと言ったらいいんでしょうか、神様を信じるがゆえに持つ考えや偏見というものがあるかもしれないんですね。まあある意味で聖書を歪んで読んでいるために、こうしなければならない、ああしなければ、こうしないとクリスチャンじゃない、こうしないとダメだっていう生き方。でもクリスチャンって私たちは立法に生きるんじゃなくて福音に生きるんです。聖書を読むことによって、礼拝を守ることによって、献金することによって救われてるんじゃないんです。キリストを信じることによって救われてるんです。だから極端な話、イエスキリストを信じて、ね、洗礼を受けて、聖書を読まなくったって、祈らなくったって、教会来なくったってクリスチャンですよ。来ることがじゃない、でも救われている喜びのゆえに神様のことを知りたいから聖書を読むんですよ。読まなければならないんじゃないんです。こうして日曜日皆さんと一緒に心合わせて主を賛美できるから来るんですよ。祝福されているものの中から、あ、感謝しますって捧げるんですよ。こうしないとクリスチャンじゃないということじゃないんです。ですから本当に教会っていうのは、教会の外の人はこう思ってますよ、クリスチャンが行くところだって。礼拝はそうじゃないですよね。もちろんそうですよ、教会ってクリスチャンが行くところですよね。そうじゃないです。
私たちもそのクリスチャンであるがゆえにそういうものをこう持っているところがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。神様は自分が清めたとそうおっしゃったんです。私たちがクリスチャンとして生きるためには受け入れられないものは何かあるかもしれません。隣人を愛せよって言われても愛せない人はいますよね。いません？アバダイの人はみんな素晴らしいから愛せない人なんて一人もいないんです。私何人もいません。教会員じゃないですよ。その感性というか感覚合わない人いるじゃないですか。絶対にもう見ただけで合わんみたいな、最初の第一声でもうダメみたいな、いるんですよ。クリスチャンになったらなくなるんですか？ある先生がこんなこと言ったんです。クリスチャンになるっていうのは私たちが外国人になることですみたいな、私たちがアメリカ人になる、ヨーロッパ人になることって、そういうと思って、そうじゃない、日本人だってね。でもクリスチャンになるというのはそれほどなんか大きなことのような考えている人が多いなということをメッセージで言われたことがありますけれども、そうではないと思うんですね。ペテロはユダヤ人として生きてきたんです。ユダヤ人だから。そして汚れたもの絶対近づけるな、触れるな、触れたらもう大変だって生きてきたんです。でも神様は、神が清めた、汚れたって教えられたけど、清めたものを否定してはならないって教えられたんです。そして神様は異邦人を送られたんです。ペテロは自分の感覚、自分の経験、自分のそういうものに従って生きることもできました。でも彼は神様の言葉に従うんですよね。神が清めたものを清くないって言っちゃならない、清くない、異邦人汚れた、汚れてるんだって、それを清くない、相手はいけないっていう、そういう戦いがあったはずです。そしてペテロは下に降りてね、私がペテロですって、なんで来たんですか、いや実はコルネリウスというドーマの百人隊長に神が語られ、そしてあなたを呼ぶようにって言われたんです。23節にはそれでペテロはその人たちを迎え入れ泊まらせたって書いてあるんです。ユダヤ人のペテロが異邦人を泊まらせるなんてことはありえないんです。ユダヤ人は、またユダヤ人が異邦人の家に行かないんです。百人隊長のシモヨが病気になった時にね、イエス様が治してやろうって来るじゃないですか。その時に百人隊長、いや私の家にねイエス様を迎え入れるような資格ないですって言うけど、あれは信仰的なこともあるけど、ユダヤ人のイエス様を異邦人の家に迎え入れるってない、そういう習慣ない。でもペテロは神の声、神の言葉に従って、感覚的に合わないかもしれないですよ、けれども受け入れたんです。家に受け入れたということは一緒に食事するということですよ、交わるということですよ。私たちはクリスチャンになってもやっぱり感覚や感じはありますよね。ずっとそれに従って生きてきたかもしれない。でもそれでしか生きていないとするならば、いつまでたっても受け入れられないんです。やっぱり私たちは全ての人を愛している神様の言葉に従いたいと思うんですね。ユダヤ人として何十年も生きてきたペテロにとって、特に汚れたもの汚れてないものとして分けて生きていた、区別してきたものにとって、感情的にも信仰的にも常識的にも受け入れることのできないことでしたけれども、神の言葉を優先したんです。神が清めたものを清くないと言ってはならない、神様が清めたから清いとおっしゃってるから、そう信じて受け入れたんですね。はいそうですかって簡単に言えるものではないですけれども、彼は神の言葉を信じて受け入れた。このことを通して異邦人伝道が広がるんです。この後
アンティオキア教会というのができます。今では初代教会はユダヤ人の教会でした。でもユダヤ人でない異邦人が中心となる教会ができて、そこから宣教が広がっていって全世界に福音が広がっていくんですね。あのパウロがね、目が見えなくなってね、その時にアナニアという人に神様も言いますよね。パウロという人がいるから祈ってあげなさいって。パウロ、あの人クリスチャン捕まえに来たんですよって。そんな人のところに行ったら捕まるじゃないですかって。その時にアナニアは、いやもうそんなとこ行きたくないですって行かなかった。ペテロはもう目が見えないままですよね。私が彼を選んだんだって。彼はこれから苦しまれないけど、異邦人に伝えるために私が選んだ器だって言われて、彼アナニアは行くんですよ、恐れ恐れ。そして兄弟よって言うんですよ。クリスチャンを迫害するに来た人ですよ。神はあなたを愛してって祈って、目から鱗のようなものが落ちたっていうね、これこっから来てるわけですよ、聖書からね。アナニアがいなかった、あのパウロ伝道者生まれなかったです。私たちの従順が、いや感覚では、いや気持ちではってじゃなくて、神様がそうおっしゃるんだったら、いや今は網投げたって無理ですよってペテロは言いましたよね。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょうと下ろしたら、驚くべき魚が取れた。常識じゃないんです、経験じゃないんです、神の言葉に従うかどうかなんです。感じじゃないんです、感覚じゃないんです。私たちもクリスチャンであるがゆえに持っている偏見やそういうものを神の言葉によって変えられていく。ペテロが本当に神の言葉に従って彼を受け入れることによって、長い間異邦人に対して汚れたものだと言ってた、そういうところにこう終わりが来たんですよ。そしてペテロは行きますよね、このやつ。そして話してると、聖霊がこの異邦人の上に下ったって驚くんです。ってユダヤ人だけじゃない、いや異邦人にも聖霊が下るんだったら洗礼受けてもいいよねって言って、聖霊を受けてから洗礼受けたんです。普通は洗礼を受けてから聖霊を受けるんです。まあもちろん洗礼を受けるということが聖霊を受けるということでもありますけどね。そういうことが起こったんですよ。ああ神様本当だって、ユダヤ人が忌み嫌っていた異邦人にも聖霊を下されるんだ、愛してる、全ての人愛してるんだって、そこで気がついていくわけです。今 NHK の朝の連続小説テレビは半分青いというタイトルのようです。ようですって知らんみたいに言ってますけど、見てるんですけど、このドラマは雨上がりの青空を見て半分青いとつぶやくヒロインの、スズメという人の話です。鈴の愛と書いてスズメと読むんですよ。いい名前ですよね。いい名前、いいですけどね、誰かつけたらいいか、女の子が生まれたら。この言葉はこの片耳の障害を抱えながらも後ろ向きにならず明るく物事を捉えて生きようとする主人公のたくましさの現れ、またそうであってほしいという願いが込められているドラマです。ああもう片耳聞こえないから私の人生終わりだわというんじゃなくって、片耳聞こえなくってもこっち聞こえるよねっていう、私は何かあったら耳が聞こえないからだという耳が聞こえないせいにするんじゃなくって前向きに生きる。だから半分青いっていうのはこのちょっと前向きに生きるいい題ですよ。でも半分黒いっていうのはちょっとマイナスイメージです。半分黒いっていうのは半分白いということですよ。そうでしょ。だから半分白いという説教でもよかったら、やっぱりインパクトがない。半分黒いです。半分黒いってことは全部黒いんじゃないんです。全部白いんじゃないんです。だから中途半端みたいなイメージがある。あ、それは私みたいな。真っ黒じゃないけど真っ白じゃないって。日本人って感覚ですよ。ね。嘘じゃないけど本当でもないって。アブラハムが妻をね、妹だって言って大変なことになりましたよね。
奥さんが他の人のものになろうとしたら、でもあれ後でね、あれ嘘でもないんです、あの妹でもあるんですみたいな嘘じゃないんだけど奥さんって言ってないから本当でもないっていうね。なんかそういう、まあ、中途半端っていうかね、まあ、清めっていうのはそういうもの、全て主に委ねるっていう、この間の松江でそういう清めの大会に行ってきたんですけどね、託殺いう言葉分かります？託殺、漢字で書けって書けないんですよ、石片にこう自分を全てイエス・キリストの十字架に貼り付けにして命をもう死んだいう、なんかそういうそういう神学校に行ってたんですけど、託殺、なんか清めっていうね、そういうあの行ってきた、もうそれはもう、ま、あの汚れのあれでも全部あのね、あの頭からてっぺんまで全部なんか傷があったら清められたみたいな、ありますよね、ここだけやったら汚れてるけど全部が全身があのあれだったら清められてるみたいな、そういうイメージがあるんですけれども、私たちは本当に半分黒い、でも半分白いからいいんじゃないっていう言い方もあります。ユダヤ人は異邦人に対して偏見を持っていました。クリスチャンの私たちもなんか偏見をね持っていることはないんでしょうか。いや、クリスチャンというその言葉やクリスチャンという生き方に対して私たちはこうなればならないっていうものを持っていることはないでしょうかね。または自分と違う意見の人は受け入れない、合わない、まあ分離体質です。意見の合わない人と話するってしんどいですよ。役員会でもね、あ、同じやりましょうってみんなはいはいはい言ったら楽ですよ。昨日も役員研修会あったんですけどね、でも違いますって言われたらじろっと見ないですけど、あのやりにくいですよ、やっぱりいろいろ話していかないといけないから。でもみんながイエスマンだったら、あの今の日本の上の方の人のあれはイエスマンばっかりでね、でも違う意見があるからこそ第三の道を発見できるんです。自分がこう思ってるけど、え、そんな意見あったのっていうのがあって、初めて自分と違う意見を持っていて、あ、そんな考えがあるんだの理解、それを切り捨てたら成長できないですよね。なんかクリスチャンはもうこうでないといけない、こうなんだっていうみたいなものがあって、それに入らない人はもう、礼拝に来れない人はもうダメ、献金できない人もダメ、奉仕できないのダメというふうなことが多くの教会で見られるんです。アワではそれがないことを信じますけれども、そういうものがね、なんかクリスチャンなのにちゃんとしてないなとか、あ、クリスチャンなのにそうなのっていうのがなんか私たちの心にあるような気がするんですね。イエス様はこんなことを言われました。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。一番分かりやすいのは、信じる人の上だけに雨降らせてください、信じない人の上に雨降らないって一番分かりやすいです。でも残念ながらというか、神様は信じる者にも信じない者にも同じように太陽を昇らせ雨を降らせてくださるって言うんです。あの朝早くから働いた人と5時から来た人の働き一緒ですよ。そんな5時から来て1時間もせんで働くのがいいんじゃないのって、私はもう一生懸命熱心にクリスチャンとやっているのに同じ1デナリオンって10デナリオンじゃないのって、いや1デナリオンの契約だろって、なんかちょっとしかやらない人に対してなんかそういうなんかイメージね、だから逆に自分ができなかったらなんか自分は良くないクリスチャン、ダメなクリスチャンというような感覚があるような気がするんですね。でもそんな私たちね、あーってこう上から目線で見るような、そんな私たちをイエス様は受け入れてくださったということです。善人にも
悪人にも雨の人が、そんな自分が善人かって、クリスチャンで善人か、そうじゃない、本当に罪あるものですよ。そんなものを愛して、そんなもののためにキリストが十字架にかかって血を流してくださった。クリスチャンになったからって正しいんですか、いう話ですよ。そうじゃないです。本当に罪あるものです。弱いものです。こんなもののためにイエス様、そのイエス様の恵みがまざまざと分かるのがキリスト者の生き方だと思うんですね。私たちは先にこの救いに預かりました。 1% の中、日本のね、先にですよ。神様の深い愛と、全てのものにね、雨を降らしてくださると言ってくださる、全ての人を愛してくださる神様の愛と恵みを先に知って体験しているものです。ですから私たちのこの狭い考えで、小さい脳で、大きい脳もあるかもしれませんけど、で自己中心的な思いで神様の素晴らしさ、神様の愛の深さ、広さ、高さを低くしてしまわないようにね、狭くしてしまわないように、浅くしてしまわないようにしたいと思うんです。私がクリスチャンとして、なんかこう、もうぜいぜいはは言うて、なんかクリスチャン大変やわ、しんどいわっていう生き方で教会来てくださいって来ますか、いう話です。あなたにそんなに忙しくって、明日にあかん、明日にあかん言って神様知りたいけど、それはもうご無理願いたい。私たちの、まあ、生き方というか偏見が神様の愛の技をとどめてしまわないようにしたいと思うんです。案外私たちの家庭での言葉や行動が、ご主人や奥さんや家族につまずきとなっていることって案外多いんじゃないんですかね、と私は自分で体験しています。先に救われてんのに、先に救われてんのに、なんで神様の愛と恵み語れないのって、文句ばっかり言うのって、ああしないと、ああもうこの間放置があって行かなくて、なんかもうつまずい思いしてって、礼拝終わって帰った、疲れたなあいう顔して帰っていたら証しならんですよね。もう嘘でもいいから、皆さん出るときは笑顔で行くと、あ教会行くといいんだね今日あの最近あの新しいクリスチャンの人かもしれませんけど、ある少年の方が第一礼拝に来てるんですけどね、いつも難しい顔をして聞いておられたんですよ。今日帰る時ね、ありがとうございましたって言って帰って帰ったんです。びっくりしました。何が起こったのか知りませんけどもね神様、別にあの無理に作る必要はないですけど、本当に出会いを守ることができたっていう感謝の思いを持って帰ることができたらいいですよね。あ、本当に聖書を読んで神の御言葉に触れることができたって、あ、神様と祈ることによって神様と交わることが、祈らにゃいかん、聖書読めにゃいかん、いいよ礼拝じゃないんつくって、あ、今日も皆さんと一緒に礼拝を守られて、あ、よかったって。ペテロは自分の経験、自分の歩んだユダヤ人としての信仰があったんです、信仰生活が。けれどもペテルは自分の感情や経験に、自分の思いに、偏見に従うんじゃなくって、精霊の導きの中で神の声、神が清めた、神様がそうおっしゃるんだったら、沖へこぎ出し網を下ろして漁をしてみなさいって、神イエス様が言ったけど、今昼ですよ、不可能ですよって、そんなことを考えるんじゃなくって、沖へこぎ出し網を下ろし漁をしてみなさいという神の言葉に従ったら祝福が与える、これなんです。自分の考えを割り挟む必要ないんですよ。今の経験はクリスチャンはじゃないんです。神が清めたものを、ああそうなんですねって、私たちは神様の言葉に従っていきたいと思うんです。ペテロは本当にコルネリウスをはじめ要人と出会い、彼らに聖霊が下るのを本当に見た時に、ああ来てよかったと思ったはずです。
自分の思いとか偏見とかそういうものによって否定するんじゃなくって、なんとか嫌だったかもしれない、合わなかったかもしれないけど、ああ来てよかったな。神様は私たちを嫌なことをさせようとかいじめようとか一切そんなことありません。苦しみを経験することがあります。悲しみを経験、でもそれは私たちをさらに神の恵みを体験させるための導きです。火曜日ようちゃんが、ね、手術を受けるってさっきお祈りあったじゃないですか。ようちゃんね、最近礼拝全然来れないんですよね。ほらほら見ろ言う話じゃないですよ。礼拝来てないから骨折じゃ手術受けなあかんねやんって。いや礼拝来てても骨折する人いますよ。でも案外そんなこと言ったりする人もいるんですよね。ちゃんと礼拝来てないからでしょって全然関係ないです。そんなこと私牧師で毎週メッセージしてるけども今膝ガタガタで痛いですよ。手術やらあかん言われてるぐらい。どうなってんですか、私こそそんな神様を守ってくださらなあかんの違うのという話。関係ないんです。なんかそういうものを信仰に結びつけてしまうものがある、ね、でもそのことを通してようちゃんが今まで礼拝に来なかったかもしれない、忙しくって聖書読めなかったかもしれない、神様が思う、でもそういうことを通して今動けないから聖書でも読んでみようかなって思うかもしれない。思わなくてもいいんですよ。ああ神様なんでこんな気がするんですかって神様に祈るかもしれない。祈らなくてもいいんですよ。それは彼と神様との関係だから。神様が罰でそうさせたんじゃないんです。戒めでそうさせたんじゃないんです。それは神様しかわからない。でもそういう噂を通して、あ神様生きてんだって、あ神様僕のこと愛してんだっていうことをきっと彼は体験するはずですよね。私たちも信仰云々とかこうしてないからこうなった、そういうことは一切ないんです。神様は私を愛して、イエス様は私のために十字架にかかって血を流し命を捧げてくださっている、このお方を信じて、もう神様の、ペテロは神様の後についていた、神の前に行ったんじゃなくて後に従っていた。私たちも今週ね、自分の思いや考えを主張して神様の前に歩むんじゃなくって、神様の言葉に触れてイエスキリストの後に従って、神様の言葉を受け入れて神の言葉を体験しながらこの週もね歩ましていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちには合わない人がいたり、行きたくないところがあったり、クリスチャンという信仰者の上に偏見を持ったりするような弱さを持つものですけれども、そんなものをも愛してイエス様が十字架についてくださって罪を許してくださり、魂を救ってくださり、主のよみがえりによってこんなものにも永遠に命を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか立法で生きるのではなくて神様の福音によって私たちを生かしてください。できない人は弱い人をどうぞ批判する、そういう思いから助けてください。どんなマイナスもどんな問題も神様は生かしてくださるお方、私たちの弱さの中にキリストの力が現れると御言葉も約束しています。どうぞ今抱えている問題や弱さや痛みの中に、どうぞ私が信仰が薄いから真面目じゃないからこんな目に遭うんだということではなくて、そのことを通して神様の愛と神様の素晴らしさと、こんなものを神が愛してくださっているという事実を知ることができるように、神様どうぞ助けてください。特に弱さの中にある兄弟姉妹たちの上に、特に火曜日に手術を受けますようちゃんの上に、両兄弟の上に、どうぞこの手術の上に5時間かかると聞いておりますけれども、神様の圧倒的な助けと守りと、また医師や携わる方々を守ってくださって無事に手術が終えられますように、そしてリハビリや入院生活の中に主がいつも共にいてくださって、あなたが共にいること、支えていてくださっていることをどうぞ感じることができるように、私たちはそのために祈りを下げさせてくださるようにどうぞ導いてください。いろいろな検査を受けて、その結果を待っている方々もおられますが、どうぞ問題がありませんように、
主の支えがそこにありますように、どうぞ助けてください。どうぞ今週持たれるすべての集会一つ一つあなたが祝福してください。また明日からのお働きやお仕事や生活の中に、どうぞ神様の愛によって愛されていること、すべての人を愛してくださっている神様の眼差しを持って、どうぞ私家族の中で、職場の中に、学校に、地域に使わされていくことができるように私たちを助けてください。今日もいろんな事情、お仕事、また弱さのためにこの場に直接おいでにならなかった方もおられますけれども、その置かれた場で、持ち場であなたを見上げることができたらなんと素晴らしいでしょうか。そうできたことを信じます。また御心ならば第三礼拝もありますから、どうぞ導いてくださるように助けてください。こうして時間と財を捧げて礼拝を守るために集われたお一人お一人の上に、神様の圧倒的な恵みと祝福を持って今週も導いてくださるように感謝し、これらの祈り、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご一緒に新聖歌438番を賛美いたしましょう。続いて感謝の捧げ物をいたします。本日の献金奉仕は、藤木姉妹、鈴木みどり姉妹、田代姉妹、お願いいたします。
金はクリスチャンが日々与えられている感謝の印として行うものでございます。ご用のない方、また本日初めて来られた方でわからない方はそのまま飛ばしていただいて結構でございます。感謝のお祈りを直視前にお願いいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もこのように礼拝に集わせてくださった恵みをありがとうございます。江上先生を通して今日も御言葉をいただきました。ありがとうございます。私たちは本当に、心の中が本当に半分どころかもう本当に黒いものですけれども、そのようなものをもイエス様が雪のように白く清めてくださったという恵みをありがとうございます。その清められた恵み、また、本当にこの救われた喜びを周りの方々に伝えていくことができるように、私たち自身が本当に、日々文句を言ったりイライラしたり、怒ったりするのではなく、本当に喜びに満ちあふれてそのことが証になっていけるように、どうぞ私たちを用いてください。今日さまざまな理由でここに来られなかった方々も覚えます。どうぞその方々にも今日この礼拝でいただいたのと等しい恵みをお与えください。病気や、その他悩み苦しんでいらっしゃる方にもどうぞ神様の顧みがありますようにお願いいたします。今、心からの献金をお捧げいたしました。まだ神様を知らない方々のために、また神様の御業のためにこの献金が尊く用いられますようにお願いいたします。この祈りを、皆様と合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて唱詠新聖歌63番を賛美いたします。その後江上先生に祝祷をしていただきます。恋願くば我らの主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今ものちも限りなくあらんこと。アーメン。
座りください。今日第2礼拝に出られた方々、説教の内容、原稿とだいぶ違うことを話しました。なぜなら1枚めくるのを間違えたんです。どうしようか思って、いろんな、だからいろんなんか原稿にない話がいっぱいあって、原稿を読みたい方はホームページにちゃんと載ってますので、こういう内容があり確認していただけたら、それも導くかもしれませんけどもね、お祈りください。ありがとうございました。